だから新しくドリフトのレイアウトができたんで、うん、この、コースを使って、うん、その悪い例、いい例、うん、何を目指さなきゃいけないのか、で、なんで失敗しちゃうのかっていう、ね、なるほどね。2006年9月17日改装されたばかりの恵比寿サーキット西コースにおいて第2回 ORC オールスタードリフトドリームマッチが開催された。レーシングドライバー代表大井隆、 D1 ドライバー代表はこの大会の直前に行われた D1 グランプリ第6戦で見事優勝を飾った平岡秀夫、そしてスペシャルドライバーは前回の大会で見事ベスト16に入ったブリッツ D1 チームの監督阿部成人。果たしてチーム10は並み居る強豪を倒し見事優勝することができるのか。それでは予選第2ラウンドドリフト単走の模様からご覧いただこう。クレバーなドライビングで行ってみたいと思います。続いてきたのは小倉社長だ。小倉 S1 号、うまい。小倉康弘、さあここは綺麗に踏んでいく。振り返した状況も、あーっと最後で回った。さあ飛んできた。もう角度もいいじゃん。いい角度きっちり取ってきた。振り返した状況でどうでしょうか。角度煙、この辺も取ってきた。振り返して、そしてヘアピンに持って踏んでいく。この辺はうまく決めた駒形ゆきやる。さあ続いてまいりましょう。ゼッケン6番の山野直也。さあ NAZ、 すでにフロントバンパーが破損した状況下の中、しかしまあそれでも速いドリフトは決めています。速いドリフト、ああちょっと最後が空いたかなというところ。ちょい角度が欲しいな。そこそこ角度浅い。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 この辺はもう少しこのマシン煙を出していきたいところ。500馬力オーバーのこのマシン、いい状況下です。それでもまあまあまあいいんじゃない。ああここはちょっと流れた最後。微妙。さあいよいよ大井隆の挑戦が始まる。今だってスピンした時のあの煙が。さあ続いてで拳銃番の大井隆。さあ大井隆のドリフト、私こういう形の中で初めて見ますが、お、角度はないです。角度はないですが、でもまあまあ綺麗なライン取りましたよ。もうまあまあ綺麗なライン持ってきました。85点。さあまた同じ。はい、そうだ、やっぱり猿の脳みそだな。猿は同じですね、うん、やっぱ猿回しだな。はい、そうきた。かっこいい、かっこいい。これはちょっとかっこいいですよ。かっこいい。出てくるとこから振ってくる状態で青木孝之、この辺のクリップもまずまず取っていく。あーっと水はい、この煙は評価に当たる。そんなことないよ。なんかあるんじゃないですか、裏が。かっこいい。かっこいい。さあ出てきた状況で、この辺も振り返した。早い。さあこれはしかし持っていきますよ、持っていきますよ。ここはギリギリ持ってった。いいよ。ひろのり、お、押さえた。ギリギリちょっとちょっとカクカク。ここはスピンを嫌って、かなり角度を抑えめ。角度を抑えめ、角度を抑えて、カクカクしながら、まあ持ってきました。いいところ。はい。そして煙も出てまいりました。あそこで煙出てる。状況で。そうですね。こっちに踏んでますから、ずっと煙が出るのはいいですよね。下りで煙が出るのはいい。はい。最後のクリップだけ外したという状況ですが、ここはなかなか角度を見せてきました。かっこいいよ、かっこいい。これは速さもある。そして。煙がないだけですから、あ最後ちょっと外したのがもったいないんですが、さあどうだ。ああ外へ外へ行っちゃった。これもちょっと失敗状態。そしてやっぱりまた煙はちょっと少ない。この振り返しのスピードもちょっともたついた顔もありましたけど、あどうだ。振り返し最後のエアピンクリップは OK。 まあまあまとめたかな。かなり押さえて入ってきた。イーリー振り返してどうだ。先ほどここでスピンしていた。しかしここはうわギリギリ飛び出しそうな。まあまあだけどね。もう点を目指し大井隆2本目の挑戦だ。お、さあいいじゃないですか、いいじゃないですか、かっこいいよ、かっこいいじゃないですか。煙
煙なし。かっこいいじゃないですか、おいちゃん。近そうだなってことは、おいちゃんっぽいね。さすが。いいね、いいね。自称練習ドライバー。こんなもんだ。こんなもんだ、こんなもんだ。うん、これ、D ドックのレギュラーから外してやろうか。やめなさいよ、って。ほら、スリップも外してる。さあ、というところで。今日はちょっとできていませんが、おー、来た、来てきた、今の来てきた、大丈夫か、ですか、知らないぞ、D1 車両、入ってくる、入ってくる、入ってくる、さあ、竹内、なんとか持ちこたえれば、手塚があとは入ってくれる、いったー、うまい、これはうまい、ただそれに、高橋が合わせるということになるはずです、おー、ギリギリ、あー、息があったところを見せることができるか、スピードある、スピードある、なかなかいいスピード、まずはいい、後ろからセナガ、さあどうだ、いいに対してセナガ、もちろんこの2人も今日初めてコンビを組んで走る、まずまずかなと、先行の阿部選手に後追いの平岡選手が合わせるという形、さあうまくいくか、ことになります。日本で来た、阿部ちゃんが、いいんじゃないかい、そしてちょっと平岡がそれに合わせることができるかどうかと、阿部ちゃんのスピードにいかにゃーキーボー、危ない、危ない、謝ってました、阿部ちゃんがごめんという状態で、ここも失敗、それでは走行2本目をダイジェストでご覧ください。面白いさあもういいよ、いいよ、この距離いいよ、さあこれはかなり近い距離で2本目は成功するかどうか、電気一番のチーム、うまくとにかく熊久保が合わせればいい、そして谷口社長はなんとかドリフトを続ければいい、きたー、続けて絶景2番のチーム、上野貴弘、青木孝之、先ほどは上野がスピンして失敗した、ここはまた上野、続いて3番目のチーム、ノムケン、影山雅美、さあどうだ、影山に対してノムケンが離される、離されちゃう、雅美がだってアンダーで来てるから、はい、アンダーだと、そしてノムケンもこれね展示車なんですよ、さあ、おお、かっこいい、かっこいいよ、スカイラインが綺麗に2台揃っている、竹内に対してここはちょっと遠すぎたか、これはダメ、次は駒形行きあるの、かっこいいじゃん、さあこれがまだ2本目ということになりますが、どうでしょうか、この状態でここは、あ、来てる来てる来てる、大丈夫、踏ん張った踏ん張った、黒井がそれに対して合わせていく、ギリギリか、まだ OK、 いいじゃん、いいですよ、山野いいです、プロミュー Z、 それに対して小口が先ほどちょっとミスをしましたけれども、ここはどうだ、このまま合わせていくことができそうだ、小口が後ろから合わせていければ、これも成功です、これもまずまずのいい走り、小口山野組、これはチェーザルデイが非常に近い、ギリギリ大丈夫か、大丈夫か、うわー、大丈夫大丈夫、さあこれはどうだ、これはできて当然のこの2人、どうでしょう、ギリ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 、この2人食い込んでいけ、食い込んでいけ、田中できろ、さあ逃げる岡村、食い込む田中、どうだ、これは決めた、まず OK、これはかっこいい、これはさあ来た、FD の2台飛んでくる形、スピードは十分、スピードは十分、それに対してそれに対して、ギリギリのところ入ってくる、 FD の2台、黒いマシンがいい、後ろから末永、ここはまずまず、まずまず決めた、さあ1本目は阿部選手がスピンしてしまったが、2本目は成功なるか、平岡阿部、この2台、スカイラインが阿部、後ろから平岡、平岡がどう合わせきれるかというところ、阿部ちゃんに対して平岡がくっついてきて、ここはまあまあ綺麗に合わせ、危ない、危ない、カメラマン、カメラマンのギリスしたからね、阿部ちゃんは最後の最後です、ピン、さあいよいよ決勝トーナメントの始まりだ、
さあチーム10の初戦の相手は山野哲也率いる予選3位のチーム7。決勝以外の走行は1本のみとなるだけに、後追いのチーム10は厳しい戦いとなることは必至だ。果たしてチーム10は勝利することができるのか。それでは早速ご覧いただこう。まずは2006年度 GT300 シリーズチャンピオン山野哲也対阿部成人だ。それぞれのチーム、山野と阿部先鋒同士、非常に重要な対決。はい、行きましたよ。さあ現れてくる、来た、いいよいいよ、突然できた、お角度阿部、さあどうだ山野、そして後ろから阿部が回った、決定だ、10-0ね。ここで大井隆が負ければ即終了。相手は D1 にも参戦しているチューナー風間俊春。さあ大井隆、プレッシャーに勝ち勝負にも勝つことができるのか。なんとかなんないでしょうか。さあ本番1本目来たー、